国縫い駅は、北海道山古郡押しゃま町わざ国縫いにある、北海道旅客鉄道函館本線の駅である。駅番号は、H49。電報略号は国。かつては、セタナ線が分岐しており、急行、ニセコ、セタナ、快速、アイリスが停車していた。1976年の国縫い駅と、周囲約1キロメートル範囲。 下の右が本線複線の函館方面。左へカーブしていくのが瀬棚線瀬棚方面。駅裏に数本の留置、または仕分け線があり、おしゃまんべ方に本線に沿って引き上線が伸びる。駅裏の気候上の土場と、駅舎横函館方面の貨物ホームへ引き込み線を有し、それぞれ貨車が留置されている。国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成地名より、アイヌ語に字を当てたものであるが小説ある。説としては、訓練ヌい、アイヌの伝説に由来する、訓練内、あるいは海岸に砂鉄が多かったことによる、訓練などがある。短式ホーム、島式ホーム混合の二面三線を持つ、地上駅。駅舎は昔ながらのものが残っており、短式ホームに接している。 おしゃまんべ方面列車に乗車する際は、古戦橋を利用する。3番ホームは、旧セトナ線が使用していた。1992年に簡易委託が廃止され、現在は、おしゃまんべ駅が管理する、無人駅となっている。1日の平均乗降人員は、以下の通りである。ありがとうございます。